はい、どうも、奈良です。今回は原子根の存在定理の別証明をご紹介したいと思います。前回も原子根の存在定理を証明したんですけども、今回のこのバージョンもですね、非常に面白くて、はい、書籍でもこっちの方でご紹介されているようなものも多いです。なので今回はこの別証明というものを皆様にご紹介していきたいと思います。はい、まず異数と原子根の定義からいってみましょう。 X と P は互いに素、つまり最大公約数が1で、 X は自然数、 P は素数で考えたいと思います。もちろんこの X というものは整数の範囲に拡張してもいいんですけども、基本的にここでは自然数のみを扱っていきたいと思います。すると X の M 乗合同1モード P を満たす最小の自然数 M を方 P に関する X の異数と言いましたね。そして M イコール P-1 の時、 X を満たす自然数を P の原子根と言いました。初めて合同1にならないといけません。この異数が最小性だから。はい、なので P-1 乗して初めて1と合同になるような自然数というものを、はい、原子根と言います。これが存在する、必ず存在するということの証明をやっていきます。はい、A の異数を M とし、 A の M 乗合同1モッド P を考えてみたいと思います。まあ最初の方はちょっとだけ前回の原子根の存在定理と似たような感じになってます。はい、そしてこの A の0乗、 A の1乗、 A の2乗、点点点点点、 A の M-1 乗っていうものを考えてみて、これを ① とすると、1というものは X の M 乗合同1、元 M の解となっていますね。はい、これなぜなら、ここの中のですね、ものが互いに合同なペアを作らないっていうのも、前回前々回とかの動画で証明してみました。はい、こちらの動画でも、ここが互いに合同なペアを作らないっていうものを証明してます。はい、そして互いに合同ではないっていうことと、ここ、合同式がですね、この M 字合同方程式となってますね。なので高々 M 個の解しか持たない、そして互いに合同なペアも作らないから、これが全てこれの解となっているという事実が言えます。はい、そして、はい、こちら N 字合同方程式の解が高々 N 個であるっていうことの証明はこちらの動画で行っております。はい、はい、そしてこの M の部分ですね、 A の異数を M とし、 A の M 乗合同1モッド P というその前提から、 M が P-1 の時はもうそれ自体ですね、 A 自身がもう原子根の定義となるため、もう考えなくていいです。なので M が P-1 よりもちっちゃい時に、異数 M よりも大きな新しい異数を作ることができるかどうかを示してみたいと思います。で、はい、M が P-1 よりも大きいときは、はい、異数の最小性により考える必要はありませんよね。はい。はい、もし X の P-1 乗合同1っていうものは、ここですね。この A の M 乗合同1よりもちっちゃいんですよ。これ異数だから、最小性だから、もうこれが一番ちっちゃいので、もうこれよりもちっちゃな P-1 っていうものは、もう存在しないか、これ自身となるから考える必要はないですよね。はい、なのでこのパターンの時のみを考えていきます。はい、1に含まれない数っていうものを B とします。それを用意して B の異数を N とします。つまり、はい、B の N 乗合同1元 P っていうものが成り立つような B を準備します。はい、もちろんこの B は原子根であるかどうかはまだわかりません。はい、この時 N は M の約数ではない。まずこれを示してみたいと思います。
はい、もし N は M の約数ならば ND イコール M となりますよね。 M はなんかその N かけ D となりますよね。となり、ここです、この B の M 乗合同1の部分の、はい、もし N は M の約数なら ND イコール M となり、 B の M 乗というものを考えてみます。 B の M 乗ですね。そうすると B の M 乗イコール B の ND 乗となりますね。そして B の N 乗の D 乗となって、この B の N 乗というものは合同1であったことから、はい、ここの部分も合同1となります。もちろん方 P をもとにですね、はい、このようになると、はい、B の M 乗が、はい、なんと合同1となることから、ここですね、この中に B が含まれてしまうことになります。丸1の中に含まれてしまって、丸1に含まれない数 B を用意してなのに、丸1と同じような B の M 乗合同1みたいな感じで成り立って不合理が生じてしまいます。なので N はひとまず M の約数ではないということが確認できました。はい、N は M の約数でないにしても、 N と M が互いに素かもしれないし、 N と M は公約数 D を持つかもしれない。この2パターンを考えないといけません。そしてこの2パターンを考えていって、こちらの原子項の存在定理を証明していきます。はい、まず 1N と M が互いに素ですね。最大公約数が1の時に、異数 M よりも大きな異数を新たに作れることを示したいと思います。こうですね、この A の M 乗合同1とこの M よりももう一個大きな異数ですねを作れることを今から示していきます。はい、先ほどの A と B ですね、それの掛け算の X 乗合同1モド P となるような X をまず考えてみる、こういった工夫をしてみます。はい、先ほどの式をですね、両辺を M 乗すると AB の XM 乗合同1となりますね。1の M 乗はもう1なので、はい、このような式が出てきました。そしてここ指数法則でこういうふうにこっち側とこっち側に指数がつくので、 A の M 乗 X、 B の M 乗 X 合同となります。はい、そしてここの A の M 乗 X の A の M 乗っていうものはもう1と合同ですね。なので1の X 乗となるんですけども、もちろんそれも1なので、はい、B の MX 乗と合同となります。そしてこれはこの式から出てきたものなので、そのまま B の MX 乗は1と合同となります。そして B の MX 乗合同1元 M となっていることから、 MX は異数 N の倍数となりますね。はい、こちら異数というものは P-1 の倍数になる。ここの部分でもこちらの倍数関係にあるものを触れています。はい、なのでもともとここ N と M は互いに素であることを前提としていたことから、これですね、これとこれは互いに素ですね。で、 M と N は互いに素であることから、こっち倍数であることから割り切れます。しかし M は N では割り切れないことから、もうこの X しかその N を割り切れないということになりますよね。なので X の方が N の倍数となります。はい、同様に今度は A の方で考えたんですけども、 B の方でも考えていきます。はい、次に AB の X 乗合同1モッド P なんですけども、 AB の NX 乗合同1となります。これは両辺をこっちですね、 M 乗してるんですけども、両辺を N 乗してます。ここではこっち M 乗だったんですけど、同じ作業してます。はい、すると次のようになって、もう N 乗1は何乗しても1だから1のままですね。はい、そして指数法則により2つにこう分けて、A の NX 乗、B の NX 乗合同となります。そしてこう合同なんですけども、ここの、この B の N 乗っていうものは、はい、
先ほどここでこのように仮定しましたね。 B の位数は N です。なのでここは合同1となって A の NX 乗だけが残ります。そしてもともとこの式っていうものはここのことを言ってたので、そのまんまここの左辺が A の NX 乗に変わって、そのまま右辺の1と合同となる、そのような感じになります。で、モッド P ですね。そうするとこの NX 乗の NX の部分は、はい、位数 M の倍数となりますね。なぜならこのように仮定してこのようになったから、位数とこの指数の何乗して合同1になるっていうものの関係は常に倍数、約数の関係でしたね。なのでこのようなことが言えます。同じく M と N は互いにそうなので、ここ M は約数になってますね、 NX の。なんですけど もうここ N っていうものは M と割り切る関係ではないので、もう倍数になるためにはここの X が M の倍数にならないといけません。はい、このようになりました。 X の方が M の倍数ですね。はい、すると X は M の倍数で N の倍数であることから、はい、X は N と M の公倍数となりますね。で、N と M は互いに素であることから公倍数でも最小公倍数であることが言えました。はい、したがってカッコ AB の X 乗合同1元 P を満たす X っていうものは、はい、M と N が互いにその時は X は M と N の掛け算になってます。はい、 M と N が位数となります。これなぜなら M と N っていうものはもうこの X っていうものは M の倍数でもあるし N の倍数でもある、かつその公倍数の中でも一番小さな最小性を満たす最小公倍数ですね。それが合同1を満たして、その M と N の最小公倍数が合同1を満たして、それよりもちっちゃいような X というものは存在しないですよね。なのでこれがあの位数の最小性を満たしています。なのでこの MN が位数となりうります。これは B の N 乗を使って新たに位数を構成できたことになります。はい、めちゃくちゃ面白いですね。ということでここはクリアしました。あとはこの2番です。この2番の証明も結構長いんですけども、頑張っていきたいと思います。はい、 N と M が公約数を持つ、例えば M をこのように素因数分解、2の3乗かけるの3の2乗かけるの5の2乗かける 7N っていうものを2の2乗かける3の4乗かける5の2乗かける7の2乗、このようにすると公約数を持ってますよね、この2つは。はい、そして次にこのようにちょっと分けてみると、はい、それぞれこのように分割してあげます。この分割はちょっとなんでこのような分割にしたのかっていうのを後から説明するんですけども、このように分割してここを、はい、ここの部分を Q、ここの部分を R、ここの部分を S、この部分を T とします。すると、はい、するとここの部分を T、ここの部分を S、ここの部分を Q、ここの部分を R とすると、 M イコール QRN イコール ST となって、こうですね、Q と S ってもう同じ種類の、素因数はないことから互いに素になります。このように互いに素を作ります。はい、このように分けると、A の R 乗の位数は Q に、A の T 乗の位数は S になります。はい、これも、はい、先ほどのように実際に A の R 乗の X 乗合同1元 M となる X を考えます。はい、ここの部分は A の RX 乗合同1元 P となることから、こうですね、 RX というものは位数 M の倍数となってますね。
こちらですね。これの倍数となります。はい。はい。そして、M っていうのは QR でしたよね。9×R のように2つに分けることになっているから、この R っていうものはもう、 こう割り切れて、はい、M の倍数であるっていうことは、こっちの方が大きいですよね。RX の方が M よりも大きいことから、はい、この R と R は消えて、X と Q だけを比べればいいんですけども、X の方が大きいので、X は Q の倍数となるしかないですね。はい、そして X は Q の倍数であるんですけども、その中で一番ちっちゃな X が Q を取ります。はい、これ2Q とか3Q とかでもいいんですけども、その中で一番ちっちゃな、もう倍数の中でも一番ちっちゃいというのはそれ自身ですよね。なので X イコール Q を取って、A の R 乗の Q 乗っていうものを考えます。すると、R×Q っていうものは、そのまんまここ、RQR で M ですよね。なので A の M 乗となって合同1元 P となります。はい、ということは Q というものは A の R 乗の位数となりました。はい、この A の R 乗をまた一塊として、何とか乗して初めて合同1ってなるのは Q ですね。なので Q は位数です。はい、先ほどと同様にして、はい、2番ですね、この1としました。それと同様に、はい、B の T 乗の Y 乗というものを考えます。すると、それ合同イコール1となるような Y を考えますね。ここの Y を考えると、 BTY 合同1元 P だから、 TY というものは N の倍数にならないといけません。そして N は TS により、この T が消えて、こっちの方が N よりも大きいことから、 Y は S の倍数となります。はい、N イコール TS により Y は S の倍数ですね。その中で一番小さな Y イコール S を取って、はい、S の倍数が Y なんですけども、その倍数の中でも一番ちっちゃなのって、その S 自身ですよね。それを取って、この Y に S を入れてあげると、 B の T 乗の S 乗イコール、はい、T と S って掛け算すると、こう N ですね。なので B の N 乗となって合同1元 P となります。はい、これでわかるのは、はい、よって B の T 乗っていうものを一つに見ると、それの位数っていうものは S になりますよね。はい、S っていうものは最小で合同1にしうるものです。はい、なので B の T 乗の位数は S となります。はい、そしてここからです。1と2の議論により、こう、位数が、こうですね。9ですね。そして、位数は S ですよね。で、9と S を、こうですね、互いに素になるように取ってみると、こう、1ですね。1を見たらわかる通り、この位数が互いに素の時っていうものは、はい、成り立ちました。そのような議論と同じ議論に持ち込めます。はい、ここで言う A と B っていうものは、ここで言う B の T 乗と A の R 乗です。これを一塊と見れば、はい、S と T って互いにそうなので、こちらの議論に持ち込めます。はい、したがって、うまくこのように互いにそうになるように分けることができれば、はい、よって大きな位数を新たに構成できるっていうことを示唆してます。これで2番ですね。N と M が公約数 D を持つ場合も、はい、どんどんこの操作を繰り返すことによって、大きな位数っていうものを新たに構成できるっていうことになりました。はい、そして先ほどこの1と2証明しましたね。1と2より M よりも大きな位数を、丸1ですね、ここの丸1の集合以外の数 B を取って、
P の N 乗合同位置元 P を利用することにより構成できますね。この位数というもの、大きな位数を新たに構成できることから、その位数が P-1 になるまで続ければいいです。よって原子根が存在することが言えますね。位数がどんどん大きく作ることができますね。新たに P-1 には及ばないけども、なんか位数があると。そしてもう一つ及ばない何か位数があるとすると、それとそれの AB を使ってまた一個大きな位数を構成できますっていうことを続けていって、またそこにないものを取って、そこにないものを取ってって繰り返すと、いずれは P-1 に行き着きます。そしてその位数が P-1 を超えることはないですね。これなぜなら P-1 っていうものは、ここのフェルマーの小定理により P-1 が絶対に成り立つので、もしここが P-1 を超えてしまっても、その時は位数は P-1 で確定しますね。フェルマーの小定理なので、この位数っていうものをどんどん増やしていっても、位数が P-1 を超えてしまえば、それはフェルマーの小定理によりもう、そのここの P-1 乗が成り立つような X が存在しますよね。これ P-1 よりも大きい位数とかでは、もう明らかにフェルマーの小定理から原子根は存在することが言えます。はい、では実際にちょっとさっきの QTSR のやつなんですけど、少し解説してみます。はい、では41の原子根を求めてみたいと思います。はい、 P-1 は 41-1 の40なので、40の約数1,2,4,5,8,10,20,40 が何かの数の位数となりうります。これは、はい、こちら原子根の存在定理の別証明の方なんですけども、こちらの方でこの部分は出てます。はい、なので何かの位数になりうります。はい、そして例えば2の10乗は元41の世界では2の10乗と1は合同になります。これが見つかったと仮定します。ここも例えばちっちゃい数字2とか3とかからどんどんやっていけばいいです。はい、ここで2の20乗合同1もっと41が見つかったとします。すると丸1のようにですね、ここですね、このようにやっていくと、2の0乗、2の1乗、2の2乗、てん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 てずっときて、2の19乗にない数ですね、これらとどれとも方が41で合同ではない数、例えば3を考えてみたいと思います。この3はもうどれとってももう元41で合同とはなりません。そういった3を考えると、はい、この 1,2,4,5,8,10,20 の中で、で40の中で3の8乗が位数となりました。3の8乗と1っていうものは方41をもとに合同です。これも一個一個計算しないといけないんですけども、これが見つかったとします。はい、すると、はい、2の20乗っていうのは2の2乗かける5ですよね。はい、20が2の2乗かける5なので、そして3の8乗っていうのは3の2の3乗ですよね。つまりこのように先ほどの M と N に対して2の2乗かけ 5N イコール2の3乗、このように対応していると想像してください。はい、そしてその Q と S と T と R ですね、 QRTS ってここからどう作るのかっていうことなんですけども、まずここ最小公倍数を考えます。M と N の最小公倍数は2の3乗かける5です。はい、なのでここの上の部分のとこと下の部分を見るんですけども、ここかけ1がいて、どちらかを Q、どちらかを R にします。でも最小公倍数ってなるところが QS にしたかったですよね。はい、Q が位数、S も位数だから、その最小公倍数 QS っていう風にしたいことから、最小公倍数が2の3乗かける5が QS となるようにしたいので、2の3乗かけ5がいるところのここ上側を見てみると、どちらかを Q にしないといけないんですけども、今回5がいることからこっちを Q にします。はい、そして2の2乗っていうものが、はい、R と、そしてこの Q と互いに素であるのは2の3乗か1かってどっちかなんですけども、この S っていうものをじゃあ今度は2の3乗っていうふうに最小公倍数で合わせたいので、こっち側を S にします。するとこっちが T
t とな、1が t となって、はい、なので、はい、なので、a の r 乗の q 乗と b の t 乗の s 乗を考えることにより、はい、ここですね、1の、ここで、ガッチャンってできましたね。なので、a の r 乗かける b の t 乗の括弧の qs っていうのは、ここ、こういうものが構成できます。はい、そして、この r と t に対応するのは、この r っていうものは2の2乗なので4ですよね。そして t は1なので3の1乗となって、ここが40となりました。はい、これを計算してみると、はい、16×3 なので、48の40乗となりましたね。しかし、この48っていうのは、もっと41で考えてますよね。なので、ここって、はい、7の40乗と合同であることが分かります。はい、こう40乗ですね。p-1 乗って40でしたよね。なので、p-1 乗、つまり40乗して7となってます。7の40乗っていうのは、ここ40ですね。ここに注目してください。40っていうのは2の3乗かける5でしたよね。2の3乗って8かける5なので、この2の3乗かける5のうちの2と5ですね。つまりこっから10を取ってきて入れます。そして、ここも40がドンって乗っかるんですけども、そのうちの5がこう乗っかってきて、なんとか乗、なんとか乗とかなんですけども、どっちも合同1となることから、これは合同1ということがこちらの計算とこちらを見てすぐにわかります。したがってこれ見ると原子根7を見つけることができてます。はい、いかがでしょうか。少し原子根を見つけるのもめんどくさいんですけども、このようにうまく頑張るとしっかりと見つけることができます。そして原子根の存在定理というものをしっかり言うことができます。はい、いかがだったでしょうか。このようにして原子根の存在定理の別証明と例題というものを進めていきました。はい。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。